どうもということで、お風呂入ってきました。お風呂に入ってきました。どうも。たっかこれ780円すんだこれ。あんま美味しそうじゃないな。冷たい佐野ラーメン、佐野ラーメン冷たくしちゃ美味しくないでしょ。これさ、佐野ラーメンってなんで佐野ラーメンっていうの？俺最初さ、あの佐野稔いるじゃん、あのラーメンの鬼と言われて、もう亡くなっちゃいましたけど、あの方のラーメンのこと佐野ラーメンっていうのかと思ったら、多分佐野っていう、多分地域のラーメンはこういうラーメンですよっていう、多分っていう感じの佐野ラーメンなんだよね、多分ね、っていう名称なんでしょう。そっち由来というか、佐野って地域のラーメンはこういう感じのラーメンってことなんですかね。佐野ラーメン冷たかったら美味しくないんだよ。あ、でも意外と合うかな、冷やし中華っぽい感じ。富田のつけ麺はうまい。ああ、コンビニのでもそこそこはうまかったかも。いやでもね、やっぱつけ麺は絶対武蔵よ。これずっと言ってるけど、つけ麺は麺屋武蔵の濃厚つけ麺が一番うまいっす。なんかちょっと色がおかしいな、色が良くない。ちょっとこれ古くない、これ大丈夫、据えてない、これ賞味期限いつ、これ7月28日。うわ、5日ぐらい切れてる。なんかちょっとネギの色とかおかしいもんな。ちょっとどうもこんにちは。うん、うわ、うまくねえ。全然うまくねえわ。おいしくないわ。まずいな。まずい。まずいけど、無理やりお腹いっぱいにする感じだよ。まあ。あ、匿名までクマさん。焼きそりの方がマシだけど、でも特別うまいもんでもない。焼きたての焼きそりより絶対まずいから。あとこういう焼きそり温めるの嫌なの。こういうなんかスーパーとかのコンビニとかの時間が経った焼き鳥温めるの好きじゃない。焼きたての焼き鳥だったら、焼きたてのあったかいまま食った方が美味しいけど、時間が経ったね、焼き鳥を温めていくの好きじゃないの。
なんか無理やり温めてる感っていうか、だったらもう冷めたままのが好きなの。無理やり温めりゃいいわけじゃねえだろみたいなさ、うん、あ、匿名の方、サマーパーティーここ来た。ふーん、チュッ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 、サマーパーティー、チュッチュッ、期待しちゃうわ、チュー、ありがとうございます。あれ、もしかして初めて投げてくれた方じゃない？うん、初めて投げてくれた方かも。違ったらごめんなさい。うん、おっさんも食べて全然うまくないよ。全然うまくない。これうまそうに見えてやばない。手作りご飯のが何億倍おいしいか。もうただお腹膨らますだけのもんね、これね、質素でしたよね。あ、こんにちは。うん、なんかさ、つくねってうまいよな。つくねって言うんだけど、この練り物みたいなやつ。俺さ、昔そんな好きじゃなかったの、練り物、つくねみたいなの。大人になってから好きになった。ハンバーグとかもそんな好きじゃなかったのよ。ハンバーグよりも肉の方が好きだったのよ。なんか練った感じが好きじゃなかった。でも大人になって好きになった、ハンバーグもつくねも。天玉うどん作ってないね。あ、クマさんです。うん、ジンさん、つくねうまいっすよね。あとハンバーグとか、うん、なんか子供の頃の方が好きそうじゃん、ハンバーグとかつくねとか。でも逆なんだよね、子供の頃むしろあんまりって感じ。大人になって好きになったんだよな。ハンバーグとつくね、もっと食いたくなったな。うん、そういえばさ、ジョイフルが今ヒカルとコラボしててさ、うん、あー、ウルトラママさん、ごコア出す、クマさんどうも。マジか、めっちゃ投げてくれる。ジョイフルがヒカルハンバーグ今コラボしてるよね。あれ食べに行きたいな。あ、リンさんから花火いただきました。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブド、セキュオー、ウィドズ、ビルゲイツ、ソートバック、サーマダシ、あー、ウルトラママさんから大花火、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブド、セキュオー、ウィドズ、ビルゲイツ、ソートバック、サーマダシ、やったー、やったー、めっちゃ食う、やばい、めっちゃ来てる今日。やばいな。どうしましたこれ。うん、てかなんか新しく投げてくれる人がなんか出てきたというか、
リンさんとウルトラママさんって超最近だから投げてくれたの超最近だからね。リンさんこれで2回目っすよね、あの日にちで言ったら。ウルトラママさん今日初めてなんですけど、もうなんだろう、ほんと最近投げてくれた方がこんなに高額課金してくれると思わなかった。うん、うわマジっすか。ウルトラママさん、あー10個、あ純子、悪魔さん10個、純子ありがとうございます。いやマジか。じゅん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 こ、長沼じゅんこ、メンヘラ嘘つき生ポのババア。いやーありがとうございます。いやーマジっすか、なんかこんな来るとは。油ギトギトの、いや一応風呂入ってきたんですけどね。いやあんま美味しくなかったな。ハンバーグ食べたいな、ハンバーグ。でも俺ん家の近くに多分ジョイフルないんだよね。ジョイフルさ深谷にあったんだけど潰れちゃったのよ。俺ん家の一番近くのジョイフルってどこだろう。もう一番近くのとこ潰れちゃったから、光るハンバーグ食べたいけど。シンゴさん恐縮ながら LINE させていただきました。あ、本当っすか。うん、ちょっと後で見てみます。はい。あーウルトラママさん、後藤五個ガラガラ、やったー、ありがとうございます。いいやった、いいやった。これガラガラってこれ1個いくらすんだっけ。あ、サイダーもどうも。シンゴ LINE 返さないから嫌い。LINE ですか。あー LINE ね。あーウルトラママさんから花火きた。オワイガーオワイガーオワイガー、アラブのセキュア、ウィドズ、ビリーツ、ソフトバンク、ソーマダシ、やったー、ありがとうございます。なんかさ、俺一応なんかこうある程度のアイテムを投げてくれる方って逆に返したら悪いのかなって思ったりするんだよね。なんか営業みたいになんないかなみたいな。だから逆になんか返したくないなってのがあんのよ、ちょっと。だったら最初から LINE 交換すんなって言われたらあれなんだけどさ。うん、まあ、俺 LINE 公開しちゃったからね、配信で。仕方の方が必要。あ、そう。だったら返しましょうか。なんかそういう感じにならないようなね、感じになるんだったら全然返しますけど。なんかね、営業みたいな感じになったら嫌じゃないですか。なんか俺はホストなのかなみたいな。いやでももうね、あのあれですけどね、僕ももう本当に投げ銭マジで最近減ってきてるんで、めっちゃ減ってきてるんでね。うん。あ、返信した方がいいかな。うん。いややばいな、なんか。うん。あ、ウルトラママさん、ホストじゃないや。あ、クマシャン5個あざっす。あざっす。なんかもう最近本当に、なんか新たに投げてくれる人が出てきたな。最近っていうかもう本当最近の最近だけどね。本当の最近。なんだけど、うん。いやいやーマジ助かりますね、投げ銭ほんと減ってきてたんで。うん、うん。
いやー、風呂入ってきたよ、うん、風呂入ってきました。何しよっか、とりあえず飯も食ったしな、飯も食ったし、どうしよう、うん、顔だしね、うん、まだ髪の毛乾かしてないんですよね。食ったもの片付けないと 前と同じになっちゃう。ここがまたね、ゴミの山になっちゃう。食べたものを片さないと。顔見たい、うん、顔見たい。ちょっと待ってください、ね、よいしょ。ちょっとこれ片付けてくるわ。またここがゴミの山なんだ。せっかくこの前片付けたのに。いやー、風呂入ってきたー、さっぱりしたわー、さっぱりしたわー、さっぱりしましたー。さあ、さあさあさあ、今日もこじきり行がはかどるぜ。今日は結構来たな、ありがたいことに。朝から結構来た。まあ、正直最初の頃はね、もうダメだと思った。今日の朝の多分最初ぐらいの枠かな、もう全然来なくて投げ銭。うわ、終わったわと思ったら、途中から一気に来たっていう、うん、最初の枠ひどかったと思う、うん、いやじゃあもういらないね。いや、いくらでもお待ちしてますよ。当たり前ですか。今日は来たとしても明日は来ないかもしれないし、そんなね、ネガキャンやめてもらっていいですか、投げ銭に対する。そんなこと言い出したらこれもね、100回ぐらい言ってんだけど、じゃあ俺よりも何倍も稼いでるふわっちのね、イベントとかマンスリー上位は、あの人たちはいくら金回収したら気が済むのかって話だよ。俺よりも何倍も稼いでる人いるけど、あの人たちじゃ稼いだからいらないねっていう理論がね、そういう理論があるんだったら、あの人たちはもうとっくにいらないはずなのに一生こじきしてるじゃないですか。わかります。僕なんてもうマンスリーだって先月300位も入ってないしね、こんな投げ銭、確かに1日単位では来るときはあるかもしれないけど、来ないときほんと来ないし、不安定だし、いくらでも欲しいですよ。当たり前ですけど、うん、そんな当たり前じゃないですか。あーリンさんからじゃあ、あげとく。やったー、お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソートワーク、ソボダシ、やったー、ありがとうございます。
いや配信者の悩みは本当そうだよ。生放送の規模なんて特にそう。 YouTuber とかは規模でかいからある程度どうにでもできるんだけど、これぐらいの規模でやってる人はやっぱそうだ。しかも投げ銭だからね。投げ銭という不安定なものだからね。うん。やったぜ。いやいや、今日は乞食がはかどってよかったな。乞食業がはかどるぜ。こうやったら俺マンスリーとか入ってんじゃない俺今月。うん。多分300以内は入ってんじゃない。まあ100以内とか絶対無理だと思うけど、入ってないと思うけど。俺今何位なんだろう。あ、121位入ってる。121位に入ってる。まあ言うてもまだ始まったばっかだし、あとまだイベント参加してない人もいるからね。うん。一応このイベントアイテムの無料アイテムのかさ増しはあるしね。うん。まあこっから一気に落ちていくんだろうな。ランキングとかで言ったら。あ、サイダーどうも。いやー、乞食、乞食か。かそってる。まあ乞食してるだけだからね。家で飯食って乞食してるだけだからね。はあ、ああ、俺もうどうしようかなこの先の人生。もう僕も35ですよ。そうだ、かそってでも稼げればもういいですよ本当に。うん、もうなんかふわっちは別に閲覧稼ぐとこじゃなくお金稼ぐとこなんですよね。いや本当それは思った。本当に不安に思ってたら貯蓄してるからそう思うじゃん。それは大間違いだね。ギャンブラーとかはね、ギャンブラーとか不安だからこそギャンブルやるんですよ。これがギャンブル脳なんだけど、ギャンブラーって違うかね。お金を欲しいがあまり不安が不安だからこそお金をパパッと手っ取り早く稼がないとっていう頭になる。これがギャンブル脳。これがね、生粋のギャンブラーですから。そんなもんなのよ。いやギャンブラーだって別にお金を減らしたくてやるやついないじゃん。お金を増やしたくてやってんのよ。じゃあお金増やすってどういうことかっていうと、まあお金欲しいからとか将来が不安だからっていう感じでやるのよ基本。本質的なところはまあその意思としてはね。うん、そう。それはギャンブラーを分かってないんですよあなたが。うん、だからさ、その不安に思ったからといってみんながみんな堅実なやり方をするわけではないから、いろんな手があるわけじゃん。お金を稼ぐ、お金を得るにも
まあ、それこそギャンブルで一発当てないとって人もいるわけよ。まあだからめちゃめちゃ分かりやすい話が話、まあ、めちゃめちゃ分かりやすく言うとまあ例えば俺の人生なんてもう将来何もないんだ、俺なんてなんか大した仕事にもつけない、お金もない、日々もその日暮らしだなみたいな、ああ将来不安だな、ああ宝くじでも買って一等当てるしかこの人生変えるしかない、ああ将来不安、もう一等当たんないと不安だなみたいな、っていう感じで奇跡を信じて宝くじ買う人もいるわけじゃん。そんなもんなんですよ。不安だからといってみんながみんな直にするわけじゃないのよ。全てが不安だ、全ての人が不安だと思っても、不安だと思っても全ての人が堅実なやり方をできるわけじゃないのよ。不器用なやり方しかできないよ、ね、人もいるのよ。そんなもんなんですよ世の中。いろんな人がいるから、いろんな考えの人がいるからね。うん。だってさ、じゃあもしギャンブルをやる人が、ギャンブルをやるとか堅実な道を選ばない人が不安に思ってないっていう理論だったら、ギャンブルやる人はもうみんな不安なこと気持ちがないっていうことじゃん。将来に対してお金の面で。そんなわけないじゃん。ギャンブルやってて不安に思ってる人なんかいくらでもいるよ。うん。わかります?堅実な貯金ができない人は将来のことを不安に思ってないっていう理論だったら、ギャンブルやってる人、宝くじ買う人、みんな全ての人が将来不安を感じたことがないになるわけ。そんなわけないじゃん、どうしようもない人生だからこそ一発当てないとっていう考えなの。不安だからこそお金をつぎ込んでしまうんですよ、ギャンブルに。そういう考えに至る人もいるのよ。で、世の中にはそういう考えだけじゃなく堅実に貯金もできる人もいれば、そう、世の中にはいろんな考えの人いる。いや、ほんとそうなのよ。うん。これはマジでそうだから。俺、ほんとに不安に思ってるよ。うん。俺はガチで不安に思ってる。あとね、ギャンブルやる人のその意図として、まあもちろんそのお金が欲しいっていうのはもちろんあると思うんだけど、それ以外にもなんか嫌なことがあったとか不安なことがあるからギャンブルに逃げるみたいな、そうで、お金を稼いでなんかごまかすみたいな、そういうなんか精神状態でギャンブルにお金をつぎ込む人もいるんですよ。てかギャンブルにお金つぎ込む人ってそういう人結構多いのよ、逆に。これってなんかね、ギャンブルとかそういうのを専門にしているなんか精神科が言ってたけど、うん、実際そうな、ギャンブル依存症の人って、うん、ギャンブルやらない人で例えるんだったら、に分かりやすく説明するんだったら、例えばなんか嫌なことあって将来不安あって、でそういう時漫画見たり映画見たりとかさしたらさ、その映画とか漫画見てる間は不安な気持ちがちょっと紛れるみたいな、そういう気持ち多分あると思うんですけど、まあ要するにそれがそのなんかその紛らわす対象が映画とかじゃなくギャンブルになってるとか、まあそういう感じに思ってもらえる。アルコール依存症とかも多分そういうとこあると思う。もちろん酒が好きで飲んでる人もいるけど、なんか嫌なことあってなんかこうね、例えば女に振られたとかさ、なんか会社で良くないことあって、なんか嫌だなみたいな不安だったり、将来に対する不安だったり、今直近のなんかモヤモヤしたなんかムカつく気持ちだったりとか、やるせないなんか、気持ちだったりとかね、このなんかこの気持ちをどこにぶつけたらいいのっていう、酒に逃げるみたいな、酒に溺れるみたいな。あ、次枠いきます。はい、そう